リークリスマス。どうもー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はね、いよいよね、明日はクリスマスイブということでございますよね。皆さんね、クリスマス、ね、何かプレゼントお願いしたのかな？ね、でね、やっぱり、クリスマスといえばですよ、皆さん、ね、プレゼントですけれども、なんかね、やっぱり、まあ、女性の方とかはね、なんかほら、指輪とか、まあ、ネックレスとか、まあ、高級バッグ、ね、高級バッグとか、なんかいろいろあると思うんですよ。でも男性の方なんか、なんかね、マフラーとか、なんかそういう腕時計とか、そういったのとかで、だいたいそのカップルとかでいる、浮かれてるお前ら、ダーッソーって思うわけですね、たたちにしてみれば。まあね、今回そんなことはまあどうでもいいですね。聖なる夜を聖なる夜にしやがってっていうだろーっていうね。まあそんなことはまあどこでもいいんだ。ね、今回ですけれども、やっぱね、クリスマスプレゼント。ね、やっぱりね、タテチン、これはやっぱりタテチンも欲しいなと思いましたよ。でね、タテチン、今回、自分へのクリスマスプレゼントということでね、今回はね、こちらでございます。じゃじゃん！はい、届きました。こちらで Amazon さんからね、届きましたけれどもね、早速ね、こちら何が入ってるか開けてみましょう。ね、Amazon 早いよ、もう。イエーイ、オープン、ニョホー、おぉおぉ、いよいよこれか、これ、くっきたー。はい、こちら、ようやくタテチンもね、これ手に入りましょう。これね、サイバーガジェット社が出しております。こちらね、レトロフリーク、こちらで、ね、Amazon で買いましたんで、Amazon限定カラーということでございます。これね、何が、ということですけれどもね、これね、このままいろいろね、話題の、ね、これレトロフリークでございますけれども、これね、昔のゲーム、ね、まあ、そうですね、縦陣がまあ持ってる昔のゲームといえばこちらでございます。じゃじゃん！こちらね、ね、ファミコン、スーパーマリオブラザーズとかね、まあ、いう、ね、ファミコンだとか、まあ、こういうね、スーパーファミコン、あとはね、こちらのね、PC エンジン。このようなね、昔のレトロのゲーム。まずね、このね、レトロフリークでございますけれども、これね、1台で、11種類の、ゲームソフトに対応ということでございますね。こちらね、まずね、ファミコン、スーパーファミコン、スーパーニンテンド、エンターテイメントシステム、ゲームボーイ、ゲームボーイからゲームボーイからメガドライブ、なんか北米はメガドライブ、あと PC エンジン、ターボ、なんかこの中で PC エンジン、あと PC エンジン、スーパーグラフィックスということで、まぁ、11種類のゲームソフトに対応ということでございますね。HDMI 出力でコーヒーした映像、サブサブのコントローラーで、操作のアドリンクでゲームをインストールでございますし、全機種対応攻撃でございます。まあ、全機種対応攻撃でございますね。これ、まあ、オリジナルコントローラーで遊べますし、まあ、あそこで話したこと、コントローラーのアダプター、これをつなぐとね、またね、遊びちゃうということでございますね。で、早速ね、こちら開けていきましょう。こちら今回ね、レトロフリークの内容物ということで、まずね、これ、レトロフリーク本体、あとね、こちらね、カートリッジアダプター1個、あとね、レトロフリーク標準コントローラーが2つ入ってて、レトロフリーク用のアダプターが1個ね、あとは、まあ、ケーブル類、まあ、入っておりますけども、まあ、早速ね、こちら、開けていきましょう。まあ、これね、Amazon 限定カラーなんでね、まあ、昔の、このファミコンをね、意識したようなね、イメージカラーでございます。おー！まずは、中身を開けると、こちらね、ゲームギア、ね、あと、マーク3の、このね、アダプターが今度ね、発売されるということでね、こちらもね、ちょっとね、予約したいところもありますけども、まあ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 、よいしょ。おー。こういったような、ケーブルと、まあ、コントローラー入ってます。これ、まあなんか、スーパーファミコンに近いような感じのコントローラーですけども。これは、USB ですね、ケーブル。これが、アダプターですね、AC アダプターでございます。はい。ね、こちらがね、ね、レトロフリークの、まあ、コントローラーのアダプターということで、先ほどのね、コントローラーが、コントローラーね、が、まあ、このレトロフリークの純正なんだけども、かつての、まあ、コントローラーですよ。これがね、こちらのアダプターを挿すと、使えちゃうということでね、これがまあ、スーファミとか、ファミコンとかのね、
コントローラーになりますよね。これもメガドライブか。で、これは PC エンジンの、アダプターでございます。これをね、まあ、差し込むと、昔使ってたね、コントローラーが使えるということでございます。これもね、やっぱり、かつてのね、ゲームなんか遊んでた人からすればやっぱりいいのかなと思いますけども。で、やはり気になる、こちらですね、本体。これはね、結構ね、軽い。これが軽くて、これが前面、ここが多分ファミコンかな。ファミコン、スーパーファミコン、メガドライブということでね、入れられます。で、ここがね、ゲームボーイかな。ゲームボーイ。あと、ここが PC エンジンかな。はい、ということで、ね、ここが、USB のポートが3つ付いてると。後ろに行くと、ま、電源ボタンに、で、ここが多分、マイクロ USB メモリーをね、挿すところで、これが AC アダプターの、ところでございますね。いやー、なんかね、結構思ったよりハードちっちゃめ。早速ね、ちょっと、つなげてみますか。ね。形のね、かつて、昔持ってました。ソフトなんかをね、こう刺すわけですよ。まあ、ヒューカードなんかね、こうやってガシャーンとね、ガシャーン。ファミコンなんかもここに、刺せる。ガシャーンという形で、遊べるということでございますね。これ、さあ、抜くときはどうやって抜くんだ？あ、これは。こう。ね。ちょっとね、画面の方、見てみたいと思います。繋げてみました。お、こんな感じでね、レトロフリー。なんて感じでね、出てきますね。おっと、これで、使用言語、日本語とかね、まあ、言語設定が出てきますね。これでね、言語の方を、設定したいと思います。日本語。はい、こんな感じでね、読み込みました。早速ね、ちょっとソフトを入れてみましょうか。ね。お、なんかね、いろいろ出てくるんだけれど、インストールさせた場合、カードリッジが接続しなくてもマイクロ SD に、ゲームは遊ぶことができますとかね、いう感じで出てきますんで、一応まあ、これで、まあ、はいを選ぶとこのマイクロ SD カードにね、保存できます。お、速攻ですね、インストール。まあ、これで、今、ね、スーパーマリオ、を入れましたけれども、これでゲームができるということでございます。はい、こちらね、読み込むと、一旦ね、さっきのような感じでインストールすると、こんな感じでね、さっきの R タイプのね、データがね、こんな感じで、読み込まれてしまうと。いうことで、こちらはね、優れもんでございますね。うわっ、やられた。強いよ。キノコ取れた。これね、真ん中のホームボタンとかをね、押すとね、こんな感じで、リセットとかね、あとまあスクリーンショットとか、まあセーブとか、できますね。こんな感じですね。はい、こちらね、優れものとしまして、ファミコンとか、スーパーファミコンとか、ほら、昔の内蔵電池、こちらがほら、もうね、切れちゃってるわけですよ。で、これね、セーブができないわけですけれども、これがね、なんと、このね、レトロフリーク本体が、これね、セーブしてくれると。いうことでね、これもね、結構ありがたい。うん。はい、ということでね、今回はね、こちらのね、レトロフリークでございましたけれどもね、これね、やっぱりね、懐かしのソフトとかね、遊びたい、縦人なんかにはね、やっぱ適していたのかなと思います。ね。やっぱりね、これからもね、ちょっとね、結構古いソフトなんかね、結構あるわけですよ。ね。こういったものをね、ちょっとね、クリスマス、あとね、お正月にね、遊びたいなと思います。でね。まあ、プレステ4とかね、Wii とかまた自信で持ってますけれども、まあね、ゲームをね、ちょっとね、ゲーム下手くそですけどね、ゲームね、ちょっとね、やっていきたいなと思います。ね、大好きな、これですよ。赤いカセット、これ、筋肉マンとかね、これいろいろね、ゲームありますよ。ほらね、こういうたけしの挑戦状とか、まあいろいろ、たけしもね、こんな感じでね、ゲームまだ何個かね、ありますんでね、ちょっとね、遊んでいきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、たてじんチャンネル、また。はい、ということで、このね、まあ、いろいろあった、このね、レトロフリークでございますけれども、これもさ、まあ、ちょっと年末に向けて、ちょっとゲーム、やっていくぜー。はい、ということで、今回はこちらのね、レトロフリークでございましたけれどもね、やっぱりね、縦地みたいなね、30を過ぎたおっさんになりますね。やっぱり昔のファミコンなんかね、ものすごく懐かしく思えるわけです。でね、今回の関連動画としましては、こちらの動画ですね。はい。あとはまあ、こちらの、昨日の動画でございますけど、こちらもね、まだね、ご覧になってない方はね、こちらご覧になってみてはいかがでしょうか。
パソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんで、チャンネル登録のボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。